はい。それでは科学の授業を始めたいと思います。本日はセンター2017年の問題ですごいシンプルですが、ほとんど選択肢だけですけれども、生成する有機化合物が誤っている反応ね。これを次の中から選んでねということで、まず1番ね。うん、あ、これはなるほどと。エタノールですな。で、それにそう、濃硫酸を加えます。 で、温度は130から140度にしてくださいねと。で、そしたら、要するにこれ、分子、寒脱水ね。これが起こりまして、ジ・エチル・エーテルね。これが生じてるよという話で、何ら問題ないじゃないですかというところではあるのですけど、まあ関連したところは見ときましょうかということで、これをそう。まあ、 脳硫酸一緒ですし、もちろん反応物だって同じね。だけど、160から170度に加熱ね。そうすると、ちょい起こりにくい方の分子内脱水ね。うん、これが起こりますので、そう。これの分子1個から H2O の分取れるので、真ん中に二重結合のあるエチレンね。うん これが生じるんですよということにご注意ください。いや、だからもちろんそう。より多くの熱エネルギーを加えなくちゃいけないよということからわかる通りで、分子、内脱水の方がハードル高いんですよという。まあそこら辺のこともわかっておいてもらえると、なおのこといいなというお話です。で、それから次ね。2番。CAC2。なんだっけこれって話ですが、これは 酸化カ,カルシウムね。で、あるいはカーバイドと呼ばれる物質です。で、それに、なんかちゃんと 2H2O とか言った値が心にくいなという話になりますけれども。で、その結果、CH2、二重結合 CH2 の、これは、エチレンが生じたねという話になってるんですけど、本当にそうでしたっけかねーってことになりまして、うん 実際のところはその炭化カルシウムに水ね、加えたときには、アセチレンの方ね。まあ要するにそう。三重結合を含むそう。一番簡単なある菌ね。こっちが生じるんですよということになりますので、まあなんだかんだこれが間違いで選んでもらえりゃいいものなんですけれども、まあさっきもチロッと言った通りで、 結構この炭化カルシウムカーバイドね、という物質に馴染みがない人もたくさんいますから、他の間違い選択肢のパターンとしては、あのー、一字だけ書いてそう、炭酸カルシウムになってるとかね。まあ、そんな間違い選択肢もよくよくありますので、気をつけて見ていってくださいな、というところです。で、それから次ね、3番ですが、うん、あこの構造はという話で、うん マレイン酸というやつですな。で、そっからそう。あ、なるほどと。なんか H2O が取れて感情になっているよ分子、内脱水じゃないですかというね。まあそこら辺を見てもらえるといいわけなんだなそうそう。なんでこんなことが起こるかと言ったら、うん、カルボキシ式同士の距離が、そうです。シス型ですからね。おのずと小さいじゃないですか。っていうことなのでそう。 分子内脱水が起こりやすいのですよという、そんな話になります。で、えー、っと、一方の、ふまるさんの方ね、あれに関しては、トランス型ですよということで、ちょうど真向かいにカルボキシ基がありますとね、カルボキシ式同士の距離が大きくなってしまいますので、こちらに関しては、分子内脱水が起こるということは、基本ありませんよと。 言い渡りにご注意ください,、はい。で、次、4番ですが、はい。あ、ベンゼンがありますとね。で、それにそう。CL2 と鉄粉を加えてやりますとね。だからまあもちろん CL2 の方が反応物でしょうから、鉄粉は触媒だなという。まあそこら辺もしっかりと見ておいてもらえるといいですが。で、そう。 これ自体は正しいんですが、あれ、なんかもうちょっと違うのありませんでしたかっていう突っ込みにも答えておきましょうか。要するにそう、光、特に重要な波長体としては、紫外線ということになりますけどもね。これを照射しながら、ベンゼンに塩素を作用させてやります。その場合には、そうです。強大なエネルギーを与えてますからね。 そのせいで、ベンゼン肝に不可反応が起こってしまうのだな。だからその関係で、ヘキサー、クロロシクロヘキサーね。うん、これを生じるんだよっていうことにご注意。うん、なんか名前いい加減じゃないですかと。うん、それもその通りだ。あの、炭素原子1個に対して CL が1個ずつつくわけだから、本当はそう、123456ね。あ、それぞれの数字はカンまで区切ってください。 で、ハイフンのヘキサクロロシクロヒキさんね。123456のヘキサクロロシクロヒキさんね。こういう風なものが生じるっちゃ生じるんですけれども、まあそう、123456ヘキサクロロシクロヒキさん。なかなか長ったらしいじゃないですか。言っても書いても面倒くさいじゃないですかという話になりますので、まあヘキサクロロシクロヒキさんといえば、123456ヘキサクロロシクロヒキさんですよという。まあそこは、 ほぼ暗黙の了解がありますので安心しているというところです。で、それから次ね。5番なんですが、うん。はい。フェノールですね。で、それに水酸化ナトリウム NAOH を作用させてやることによって、そうです。OH が ONA に変わったナトリウムフェノキシドという塩ができておりますよとね。 で、これは良さそうですが、一応そう見ておいてほしいのは、フェノールっていうのは、めちゃくちゃ弱いけど、酸であることに違いはありませんよ、とね、うん。いう話になりますので、そう。NAOH のような塩基とであれば、中和反応はちゃんと起こりますからね。うん、まあ、ただし、高校科学で出てくる酸の中で、 まあ、一番弱いのがフェノールでしょうと。あの、さらに痴漢期やったらもっと弱くないですかとか、いろいろ突っ込みはありますが、もうそこは、あの、メクソ鼻クその世界ですので、また言葉が汚いと言われますけれども、うん、まあ、というわけでそう。ベンゼン環に直結したヒトロ機式ね。一応酸性ですけど、めちゃくちゃ弱いです。だからということで、他の酸を追い出すとかね。それは、まずほとんどありえません。だけど、塩基とはしっかりこうやって反応して、塩を作りますかという。 まあそこのところは分析なんかの時にも重要ですので、しっかりと押さえておいてくださいなというところです。まあ、てな感じで一通りですが、うん、まあね、どれもこれもとっても重要な反応です。で、やっぱりな、作文者わかってるねという話になりまして、まあアセチレンの製法と言ったら、なんだかんだこの炭化カルシウムに水ね、これが メジャーなんですけれども、やっぱりね、ここでしか出てこないです、単価カルシウムなんていうのも。っていうことなんで、手薄になりがちなところですので、気をつけて分かっておいてくださいなというところです。じゃあ、そんな値で本日もお疲れ様でございました。はい、本日の授業いかがでしたでしょうか あ,あ、面白いな、分かったなと思っていても、一週間、二週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。